地域活性化でコロナもちょっと下火になったと思いますけどこれからは GoTo2.0 というのが始まるわけですねそんな時にスタンプラリーというのは地域おこしのためにとても効果のあるイベントだと思いますそんな時に昔のように、えー、ハンコを置いてそれを紙で押していくというスタンプカードがありますけど 今はもう GPS を使ってスマホでスタンプラリーができるアプリがたくさん出てます。料金使用の量によって人数によって期間によって料金は変わりますけど今私たちはそれを10ぐらいの選んだスマホでスタンプラリーのツールを 用意しましまたぜひ、地域活性化のために、えー、予算に応じて、またイベントの大きさに応じて、私たちは使い分ける必要があると思います。ぜひ、新しい時代のスタンプラリーを地域で、えー、を応援する意味を含めて、えー、導入してみてはいかがでしょうか。